色つきました？こんばんは。今日は SNS の更新もしてモメントも上げたのでよかったら見てください。今日はね、初めてジェルネイルをしてみたんです、自分で。で、足が可愛くできたんですよ、ジェルネイル。だから手もやろうと思ってやったけど、ちょっとあんまり納得いってない。こういうキラキラにはなったんだが、なんかあれだね、キラキラにはなったんだけど、なんか色つけてなくって、ただのラメがついただけになっちゃって、って思ってる。色つけたいよなーってなって、今透明で。でも落とし方、ジェルネイルの落とし方知らなくて私だから右はやってないまだ。ちょっと明日また買ってちょっと右手変えよう変えようと思ってなんかあんま納得いかない。なんか爪が見えちゃってるのが良くなかった。足はね、あんまりなんかちっちゃいからなのかな、足って。あとね、はみ出ちゃう、はみ出て固まるから、なんか皮膚にくっついてあんまり良くないかもみたいな。難しいですね、難しいです。どうですか、爪って感じじゃん。なんか長い爪ってもうちょっと色がついて、こういう爪感がないのが可愛いじゃないですかだからちょっと色をつける、絶対に。だから右はやってないでもなんかキアラが一回めっちゃね、自分でキアラもやってる時あるんだけど、自分でこう蝶々とかね、ハートとかつけたりしてるわけで、え、待って、片手しかやってないじゃんって思ったの。片手しかやらない理由が分かった。あの、めっちゃ時間かかるんだねこれこうベースやって固めて、色塗って固めて、トップコートやって固めてみたいなのの繰り返しだから、なんかまあ1時間ぐらい、足で1時間、左手で1時間ぐらいかかって、これ右手やるの結構多分大変だなと思って、あの利き手じゃないから。そう、初めてあの固める、硬化させる機械も買ってみたけど、ちょっと失敗。いや、別に失敗ではないんだけど、なんか好みじゃないからちょっと色をつけますつけてこのラメ入れようかな。でもちょっと落とし方わかんないから、落とし方調べないとマニキュア落とすやつしか持ってないから、またできたら見せますね。ちょっと明日はアシンメトリー、まあどっちにしろアシンメトリーにはなるんだけど、まあでも両手違う色みたいなのも流行ってる時あったから、まあいいか、何色がいいと思いますか。でも無難にピンクかな、最初は。わかんないからピンク、無難にピンクでいこうと思います。頑張ります。かわいいピンク。足はね、めっちゃかわいいの、チュルチュルで、めちゃめちゃチュルチュル、まあ、初めてだからいいよね、練習っていう感じでいいと思います。チュルチュルはなんかこう水を含んだような、チュルチュルではあるんだけど、なんかこう白いところが多い。足の爪はね、伸ばしてないからね、白いとこが少ないんです
ございます。こっちはどうにか頑張ります。明日何色にしよう、まあ白とかでもいいかなとか思うけどね、まあ、ピンクか。本当はねオーロラにしたかったのけど、なんか難しそうだったから初めてでは難しそうだったからちょっと手は出せなかった。うん、ちょっと理解してからにしようと思って。楽しいです、ドラマ見ながらやりました今期のドラマ見るの多すぎてやばい。どうやって落とすんだろうこれね。もうね、もうツヤツヤすごい。なんかね、と何マニキュアとかより削れる心配はないから、ハゲたりとかあんまハゲちょびーんとはなんないかな。かわいい。うん、かわいいです。楽しみ。うわ、ま、迷うけどね、ピンクだよな無難に。何色が似合うんだろう私。何色が似合うと思いますか。この指の色とさ、ちょっとイエベの肌してるから難しい。生誕祭でネイル見えないと思う、遠くて。うん、まあでも無難な色がいいよね一旦。ティフト周年ネイル変えるの、え、何も決めてないけど、まあ伸びるから変えるとは思いますけど、もうまず落とし方を調べないと。あの落とすの売ってんのかな、どこに売ってんだろうかまずそこからですね。でこだし、なんかさ前髪セットしないとこうなっちゃう。てか部屋ではもうここでピンで留めてるから、でピンで留めて、しかもこうやってやって結んで、こうやってやってなってるからもう顔面って感じ。ここで後ついちゃった外出る時もこれで帽子かぶったりするからもうずっとおでこです。ずっとおでこ。え、落とすの6工程あんのやばいね。え、ちょっとめんどくさいかも。おでこも日焼け止め塗ってる。塗ります。まあでも帽子かぶるとほぼないけど。明日はメイク配信をしようと思ってます。お昼ぐらいかな、わかんない、昼過ぎかな。最近多いねメイクしていこうっていう時が多いからメイク配信多めだけど、まあまあ、似合うんだ。何色が似合ってたっけって感じ。うん、ピンク。分かんない。自分でネイル落とすのめんどくさいからネイリストさんに頼む。あ、そうなんだ。そんなめんどくさいんだ。やばいやばい。じゃあこっち直すの結構大変だね。諦めかな。あ、右手はやるよ、何かしらやるけど、こっちやり直そうと思ったけどそう簡単になんないんだね。大変だ。でもパーツついてないからさ、いけるとかないの難しいね。
基本みんなどっかでやってるかな。やってもらってる。ネイル行ったことないです。何時間もかかるの嫌なのと、落としてくださいって言われるときにまた行かなきゃいけないのが大変だから行ってないんですけど、この前落としてくださいって言われるのがさ、その撮影で落としてくださいって言われてたんだけど、撮影落とすなんか2日前ぐらいに言われて、待ってこの前行ったばっかなのにみたいな状況になってて、ああちょっとそれは私はメンタルがやられてしまうと思って、そうちょっと嫌だなと思った、改めてまあ自分でもうちょっと簡単に落とせたらいいけど、自分でやったのはね、まあそんな時間かけないし、なんか私パーツいっぱいついてるよりシンプルなやつが好きで、リサとかめっちゃいっぱいつけてたりするんだけど、私はこれとこれがいいっていうくらいすごいシンプルなやつにやつが好みなので、はい、まあまずはね初心者なのでシンプルなやつからやっていこうと思います。じゃあシンプルっていうか、一個パーツというか、なんかこうなんていうの、一個ポツってあるやつとか、なんかハートチョーチョーみたいなやつあんまりつけないかな。そうですね、なんかキラキラとか、なんかポツンスパンコールポツンみたいなとか、テンテンとか、そういうのが好みです。そんな感じです。大きいパーツはちょっといらないかな。10本中1本とかでいいかも、もしあってもほら全然さ、ここ書いてもさ、なんか普通の爪みたいじゃない、ネイルしてないみたい、やだーやだよー。本当に調べてみよう、調べてみます。ジェルネイルオフ。この機械使わなくてもさいいよね。これ簡単そうだよ。表面を削って、リムーバーを含ませたコットンを爪にのせ、アルミホイルを巻く。ほう、浮いてきたジェルをプッシャーで取り除く。持ってない今のところアルミホイルしか持ってないんだけど、アルミホイル必要なんだ。あ、くっつけるんじゃなくて剥がしたいんですよね。アルミホイル、ファイル？ファイルだって、これこのサイト。バッファー、コットンある、リムーバー、
かいっぱいある。難しい。結構難しそうだね。難しそう。でもみんなやってるってことだよね。なんか前髪ウェッティになってる。本当にやだ。大変そう。でも剥がす練習もしないとねっていう気持ちもある。落ちないけどね。良くも悪くも落ちないよね。インスタ投稿可愛かった、ありがとうございます。イエイ。そんな難しいものに私は足を入れてしまったのか。わからないでやってる。前髪本当に嫌なんだが。挑戦だね。ちょっと時間あるときに剥がしてみよう。だから下は一旦片手で過ごそうかな。一旦ね。色を入れて、オーロラやるか悩む。でもまた失敗したらさってなっちゃうよね。ね、地爪痛めないようにしないと。仕事によってはネイル禁止みたいな。そうですね。だから早く練習しないと。でも基本なんか地爪がいいっていうよりかはちょっとナチュラルな色にっていう、上から塗れるならいいですよっていう時もあるから、これ上からツルツルだから上から塗れるから塗れるよみたいな感じでもある。ちょっとメンバーに聞いてみよう、ジェルネイルどうやって落としてるのって。すごいよね、みんな自分でやってて。そう、重ねれば。最小限でやりたいね。最小限の道具たちでやりたいね。そんなのないのかな。まあまあまあ、何かが詳しい。でもさ、なんかその専門とかの道具を持ってないから、そうキアラとかに聞いた時もなんか細めの筆でとか、なんか筆をとか言ってて、待って筆まず何も持ってないみたいな。そうだからむずそう。むず、なんかいっぱい道具持ってそう。最初は何を買えばいいんだと思って。でも私も最小限でやったから、最小限で落とせたらいいな。という気持ちです。多分なんかデザインとか書いたりすると筆が必要なんだろうね。
足は使ってない。でも足はマジで可愛い、チュルチュルでマジで可愛い。足なんて気づいたらハゲチョビンだから。ジェルネイルいいね。足はめっちゃいい、お気に入り。足自分でやりました。足の方がいいよ、自分でやるの。手はちょっと難しいよ。見せたいけど見せ、でも同じです、デザインは一緒だけど、なんか爪がちっちゃいし、爪が伸びてるわけじゃないから可愛いねって感じ。どっちも同じに見えるもん。でも元のやつはね、もうね、全然綺麗じゃなかったから、もういろんなところが削れて、だからいいんだ。いいんだ。爪これ切った、切ってネイルしたら可愛いと思って切って、これなんだ、長いよね。足はねめっちゃ短い、割と短い。ネイルするにはある程度伸ばさなきゃいけないんだよね。別に伸ばさなくてもいいんだけど、なんか長い方が綺麗なんだよね、爪が綺麗に見えるんです。だから伸ばしてる。何もなんか邪魔にならないぐらいに伸ばしてます。一番邪魔だなって思うのはコンタクト外したりなんか取ったりっていう時が、爪が長すぎてなんか取れない、うまく取れないとかなるから、人差し指はなるべくこう切ろうと思ってこっちは切りました。切ってもこれなんだけど、そうとか破いちゃいがちだから、なるべくね傷つけないよ。缶ジュース開けれます。それはね開けれるんだ。リサとかの開けたりする。リサの方が長いからね、付け爪なのかな、なあ長さだし、長さだしとかやってたりするからね。みんな パソコンはそんないじれないほど長くはないから全然です。パソコンいじんないけど基本。もっとなんかギャルみたいな人はもっと長いね。でもこうやってやってんのかな、分かんないけど、許容だとギリギリ、まあ人によるか、まあ、男性は特にさ短い方多いよね。女の子はさ短くてもさ、その長さ出しっていうのでさ長い爪をこうつけてネイルしてもらったりとかするぐらい爪長く しがち、うん、男性は短くしないと清潔感、女子も清潔感ないよ一応。爪長いとまあネイルしてるからなんか綺麗だねって見えるけど、清潔感で言ったらみんな一緒だよ。人間は
まあ爪短い方がさ、こことかにさ菌とかが入らなくていいよね。って思うけど、元のね、元のさ、この張り付いてある肉と爪が張り付いてる面が長い縦長の人は多分いいんだと思う。多分ね。だけどこれ切ったら、あの本当に丸坊主になっちゃう。なんか丸坊主、こんななんか縦長の爪じゃないから。そうそうだね、多いかもね。髪が長いじゃない、爪が長い人ね。上手になれるように頑張ります。ちょっと次怖いな、左手でこうやってやるの。ピアノ弾くからずっと短い。ああピアノ弾いてるとき短かったかな私。まあ、ネイルもしてなかったから短かったかもね。でもカンカン言ってたかも途中、中学生ぐらいのときカンカン言ってたかも。こうやってカンカン言いながらピアノ弾いてたかも。うん、忘れたけど。本当に影本当に影どうする。ちょっとさ、お、あ無理だね、無理だね、難しいみたい。めっちゃ壁よいしょ。リングライトね、でもつけてないから別にいいんだけど、つけてないんだよね。なんでこうなってるかもわからないの、本当に。なんで倒れてきちゃってるのかわからなくて、原因が別にどこかが折れてるわけでもないのけど、なんかこうやってなってきちゃう。携帯が重いんだと思う。そう、リングライトつけてないからもうただのあのスタンド。はい、ただのスタンドです。でも結構使ってると思う多分。明日テスト頑張ってください。私もテスト期間を乗り越えてここまで来ました。インスタライブやってるのこのスタンドです。でも多分こっち向きだから影になっちゃうんだと思う。あの白壁でやったら影になんないと思う。はいはい、これめっちゃ味するんだけど。息子が赤点取ってきて撃沈です。赤点って何点以下ですか。そんな時もあるよね。部屋もっと明るくしたら多分影もっとはっきりなっちゃう気がする。わかんない。
何味、なんかさくらんぼの風味、さくらんぼ風味だと思う、わかんないけど。なんかさくらんぼの味っていうよりかはさくらんぼ味の味って感じ。5段階で1だったって言われました。20点ってこと？成績表みたいだね。5段階で1って。小浜のシューマイ食べました。美味しいでしょう。ちゃんは赤点とか気にしなくてもいいタイプそう。え、赤点って何点か分かんなかったけど、英語以外は平均以上だった気がする。英語は平均以上だったか覚えてないけど、他の4教科に比べて、っていうか他の8教科に比べて低かったかも。うん、英語は中2の後期から終わった。赤点っていう制度はなかったかも。うん、私もなかった気がする。うん、チョコちゃんはイコラブと両立して偉い。でもそれ中学の話だからイコラブ入る前の話だから高校入ってからイコラブ入ったけど、まあまあまあみたいな。周りみんな頭いいし、もう入った段階から多分クラスの中では下の方なんだなって思って入ってたから、なんかイコラブ入ってからも最下位じゃなかったら喜んでたそう、けど本当に恵まれたのは、本当に私の中学って内申点が高いんですよ。めちゃくちゃめちゃくちゃ内申点が高いところだから高校入れたと思ってる。内申点のおかげ。夏休み補習授業とかはなかったかも。あったのかな、さすがになかったと思う。うん、英語はなんか中3の前期かな、でもう成績がやばいと思ってマジで徹夜してお兄ちゃんに手伝ってもらってテスト勉強を。そもそもなんか授業についてきてなかったから、その本英語で書いてある物語の内容すら分かってなかったの。これはこういう文っていうのが分かってなくて、それを全部お兄ちゃんにあの翻訳、ちゃんと説明を受けながら翻訳してもらって、そうで20点ぐらい上がったのかな。そしたら褒められた褒められました。はい、英語の先生にです、その時だけ。その時だけね、もうやばいってなってたから、いつもより
ちょっと高かっただけで。歌詞の英語とか理解してる？イコラブの歌詞は一旦調べるから、なんとなく、あ、こういう感じなんだっていうのはわかるけど、その自分が聴いてる曲とかの英語はわかんないです。わかる。高校受験ガチだったから、あの時はめっちゃ勉強してた。わかるわかる。マジで頑張ってたと思う。頑張ってたかな、頑張ってたかな。でも本当にギリギリまで、うん、悩んでたよね。手を伸ばして入るか、1ランク下げた学校に入るか。しかも倍率が高かったんだよ、今までより。だからどうしようどうしようどうしよう。でギリギリ提出の前日の夜中までずっとどうしようどうしようどうしようって悩んで、うーん、頑張るって決めて、そのまま志望校にの受験をしたよね。そう、地元の高校行ったんだ。でも多かったかもね、近くの高校行ってる友達とかも。でも近くっていいよね。でもどっちのどっちも遠かったかも、どっちも遠かったかもな。うん、第一希望も第二希望も、うん、どっちも遠かったから、まあまあみたいな。あんま場所で考えてなかったな。うん、チャリ通はね、してない。チャリ通はしてないです。電車通です。電通ですね。ジェイソンの議論に立った時、挑戦の方選べるのすごい。選ばなきゃ人間より。うん、本当にギリギリだったんだよね。でも内心があったのと、私お兄ちゃんと同じ高校に行ったから、面接でまあどうにかどうにかみたいな気持ちだったね。うん、その学校についての知識は多分ゼロの人よりかはあったと思うから、お兄ちゃんのおかげで。うん、電車通学は涼しいもんね。まあ電車も涼しいけど、その前後は暑いですけどね。みーちゃん行ってなかったら、行ってなかったと思う。知らなかったと思う。知る、わかんないけど。知ってたか知らなかったかは知らないけど、うん、面接ありましたよ。面接あった時に、面接とか受けた後にイコラブのオーディション受けて面接があったから、なんか練習してた回がありました。はい、聞かれたことをスラスラと練習したかのようにしたんだけど、そう言えましたね。そう、だから良かったです、タイミングも。かゆい
何聞かれたか覚えてますよ。オーディションは人を笑顔にできるようになりたいですみたいな言った後に、質問で人を笑顔にするためにはどういうことをしたらいいですかっていうのを聞かれて、高校のその受験の練習でも夢はないけど人を笑顔にできる仕事をしたいみたいな、まあ他にも言ってたことあったけど、でその対策としてそのためにはどうしたらいいと思いますかっていう質問があったから、そう、来たー来たーってなった。だから質問がそもそもオーディションであると思わなかったから、お、知ってる質問だってなった。はい、真剣ゼミでやったやつだって、そうなりました。難しいこと聞かれた、聞かれてないです。指原さんとは質問質疑応答してないです。同じグループに渚と瞳がいたので、渚と、ま、渚はたまたま指原さんの質問者、指原さんが質問者だったからたまたまだったけど、瞳はプラスで指原さんから質問を受けてたね。うん、すごいよね、100人ぐらいいてさ、だから10グループあってさ、単純に考えたら1グループ1人か2人なのに3人選んでもらえたの、でかいすごいよね。ありがたいです。オーディションで同じグループで複数受かったのってよく聞く？聞くんだ。でもさ、誰だっけな、なんかイオリとキアラだったかな、もう同じチームだったみたいな感じだったよね。誰だったかな、忘れちゃったけど、面接で自分の夢語ったらそれが夢じゃないって返されたの、うんってなったよね。何それ夢じゃないことある？夢ってさ、人それぞれじゃない？結構、ああそれが夢なんだって言う子もいれ、言う人もいれば、壮大な夢な人もいるわけじゃん。叶えられそうな夢から叶えられそうにない夢までさ、語れるのが夢だよね。あ、壮大な夢を語ってほしかった。そうなんだ。でもそんなん、そんなんさって感じだよね自分で。それぞれだよ、簡単に叶わないから夢なのか。うん、あ、目標になっちゃったってこと。難しいね、その 何かにもよるけど「アイドルになるのが夢です」って言ってた子がさ、一瞬でさ受かったらさ、それは夢じゃないのかな。難しいね簡単に叶っちゃったよみたいな、難しいね。うん、難しいですね。夢はなんか
なんだろうね、抽象的だよね、なんか夢って、夢っていう言葉がほらまたこういうこと考え始めちゃうんだよ。こういうなんかね、考えても考えても見つからないようなことを考え始めちゃうんだよね私一人の人生だから、一人一人に人生があったりとかねアイドルなりたくてなれなかったが今は職をしてる、あーありがとうございます、頑張ります。夢にアイドル、本当になんかこういう考えても答えが出ないようなものを考えてしまうんだよね、うん、哲学に向いてるかも、うん、考えるのが好きだから、まあ、答えを出すのは好きじゃないんだよね別に答えがあるかもしれないしとか、なんか寝てる時の方の夢はどういう風になってるんだろうとか、なんか生まれてくる前の気持ちとかってなかったのに、なんかどうなっちゃうのこの今の気持ちは今後ってとか、ちっちゃい時からよく考える、どういう気持ちになるんだろうみたいな、結論は出ないうん、自分の知らないところでも人が動いてる、わかる、なんか例えばなんかなんだろう、ドラマ見ながらネイルしてました、今この世の中にドラマ見ながらネイルしてる人って何人いるんだろうとかうん、よくそれ考えるかも、なんか何かしてる時、あ自分がなんか珍しいこと、なんか、まあ、ご飯食べてるとか普通のことは別として、なんかドラマ見てる人もいるしネイルしてる人もいるけど、ドラマ見ながらネイルしてる人って一気に絞られるじゃん、それって世の中に何人いるんだろうとか、そうなんか珍しい、自分が珍しいなって思うことをしてると、これはまずなんだろう、なんか県で何人いるんだろうとか、隣の家の人とかも今してたりするのかなとか日本で何人、世界で何人ってなったり、なんか他の惑星には人間と同じような生物が存在しているのかとか、そういうそういう感じ私の脳みそ普段うん、だってその人たちは私たちの存在に気づいてないわけじゃないですか、私たち、その人たちからしたら私たちは宇宙人なわけで、そう、そういうのが好きなの、あの宇宙とか好き、あの宇宙を学ぶのは好きじゃないんだけど、なんかなんだろう、未来人とか、うん、古代とか、そういうなんかあるじゃないですかテレビとかでも、そういうの結構好きです、はい、なんかその宇宙の順番とか、その酸素量とか重力とかそういうのあんまり興味なくて興味なくて、まだその未発見のものとかに興味がある未発見というか私の知らないところ、そう、そういうのが好きです、こだわり強め、どうやって進化してきたとか、だからこうやってなんか手が使えて足が生えてなんかあるじゃないですか、
次はどうやってどういう風に進化していくんだろうとか、そのうちなんかそのうちなんか多分全毛がない生物とかが出来上がると思う。こんなに世の中みんな脱毛してるからとかね。だって眉毛とか汗を止めるためとか言うじゃん。あの全然垂れてくるからまああっても、まああった方がいいのかもしんないけど、あってなくてもそうっていうね、知らないけど知らないけどね、なんかそういう意味のないことを考えてます。一人の時か、まあ、誰かいてもポケーってしてる時はそういうこと考えてるまつげはゴミやホコリから目を守るって。そうなんだ、まつげ入ったらマジ痛いよねえ、そう、ヒゲとかもなんか人間に必要なんだったら男性も女性も同じだけ生えてたらいいと思うんですよとかね。調べないです。あ、調べる時もあるけど一人で考えてるのが好きです。今しほちゃん宇宙について考えてるのかなって考えるかも。やばい変な変人になってしまってる。まあ本当のことだからいいよね。なんかいろいろ考えてるよ。そう、目が見えて耳が聞こえて匂いが嗅げて味がして、もう一個この辺とかにできるんじゃないか説とか何かなんか今あることが最大だと思ってるけど、まだその先に多分あると思うんだよね。勝手になんかそんなこと盛り上がってきたけど、もうあと5分で終わっちゃう。やばいやばい。おでこに目ができるかもね。そうだよ、おでこに目ができるかもしれないよ。焦点を合わせるためにね。だって iPhone だってカメラが1個から2個になって2個から3個になってるからね。人間も進化していくかもしれないですよ。でその未来の人たちは、え、昔2個だったのキモーってなってるかもしれないじゃん、うん、まだねこれからのものがあるよね。日本語はなんかあいうえおだけど、海外ではあとえの間にえっていうのがあるとか、なんかね、そう、日本人としては使ってないけど、今後はさ、そうやって会話するかもしれないじゃんだから分かんないよ何が起こるか。本当にそういうのを考えるのが、考えて時間が過ぎますそんなことばっかり考えております。はい、うん、
そうだよ、今こういう風な会話をしている人は世界に何人いるんだろうとかね、何人いるんだろうって考えてる人が何人いるんだろうとかね。これはキリがないです、果てしないです。はい、面白いです、そういうのを考えるのが面白いなっていう感じです。あとドッペルゲンガーに会ってみたいです。ドッペルゲンガーに会うとなんか良くないって聞くけど、会ってみたい。でもさ、限られてるくない？結構地域。でもドッペルゲンガーじゃないけど、全然あの SNS で、あの全然メンバーと撮影中なのに、あの野球のね時に、今ショコちゃん映ったみたいな、えみたいな、ショコちゃん球場にいるっていうツイートを3件見たの。え、3件は本物じゃんと思って見に行ったよね。見に行って、そのなんか大体何時何分に投稿されてるっていうのを見て、でその時はダゾーンかなみたいな、勝手に絞って何時何分頃みたいな、試合開始が何分だからこう行ったら、あーこの人かなみたいな、私がよく似てるって言われる系統のあの方が映ってて、ミリニャに、ね、似てるって聞いた。なんか3ツイートあったんだよねって言って、まあなんか似てはないけど、なんか言ってることはわかるみたいな感じだった。ミリがちょうどいたから近くに。そう、あ、やばい、58分だ。ドッペルゲンガーにやってみたいですね。そんな話です。そうだけど、なんか結構ガチなのか似てる人なのかみたいな書き方だったから、全然になんか似てる人がいたじゃなくて、え待って、ショコ映ったみたいな感じだったから、ちょっと見に行っちゃったよね。はい、ということで終わりたいと思います。今日の夜は変な配信でした。一方的にたくさんなんか私の脳みその中を語ってしまい、あのお付き合いありがとうございました。終わりたいと思います。お疲れ様でした。あ、面白かったってよかったです。はい、ランキング見ます。13位あおちゃん、12位バンダナさん、11位マメスケさん、10位リースさん、9位ファインゴールさん、8位ユキボーさん、7位タカヒロンリーさん、6位ヒロミンさん、5位ターくん、4位花花りょうくん、3位勝利さん、2位舞子さん、1位一番弱いさんです。ありがとうございます。2列目ヒロさん、トキワさん、トラッシュさん、ペコちゃん、ウィルさん、クマさん、キュキュキュさん、ヒッキーさん、ヘイブンさん、ロブロイさん、人生じいちゃん、 P21 さん、みどりみさん、コロジーさん、ユキナちゃん、テルンさん、高市さん、タケさん、ヨッキーさん、ハラディさん、チビタンクさん、トシオさんです。ありがとうございます。たくさんのしなげギフトコメントありがとうございました。終わりたいと思います。また明日昼かお昼過ぎぐらいに配信しようと思います。ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。明日も頑張りましょう。バイバーイ。